できたできたできた。で、あ、ちょ、あ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 、ちょうど危ないで逃げましょう。絶対逃げましょう。飛んでる飛んでる。さあ始まりました、プレイステーションもっと楽しむトーク番組、プレイステーションプレゼンツプレイプレイプレイ、 MC を務めます松島あつねです。さあ今回は前回に引き続きワイルドハーツをご紹介していこうと思います。ゲストも引き続きこの方々、光栄テクモゲームスオメガフォースブランドにて、ワイルドハーツのディレクターを担当しております平田と申します。本日もよろしくお願いいたします。お願いします。同じくディレクターの枝川です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして今回私も参加させていただき、3人でのマルチプレイとなります。見事勝利していきましょうね。じゃあ早速始めていこうと思うんですけど、なんかもうすでに3人一緒に焚き火に当たってますけど。はい、本作はこのマルチプレイで3人まで、一緒にプレイすることができます。おお、3人いいですね。そうですね、あの本作そのボルワンって見ていただいた通り、そのカラクリを使った、はい、あの攻略っていうところが結構肝になってて、はい、そこがですねマルチプレイとすごいこうシナジーが強くて、他の人が作ったカラクリも使えるっていうところもあって、はい、まあ、ちょっと3人が結構あのバランス的に楽しめる限界かなっていうところで、あの3人に。なるほど。あと集まりやすいっていうところもありますし。いや3人は本当にベストバランスなんですよね。今回はそのパーティープレイっていうところで、はい、まあ、せっかくなんであの超高難易度クエストに行きますか。行きたいなと思ってるんですけど、ちょっと今回、はい、あのただ倒すだけじゃなくて、ちょっとチャレンジ要素をちょっと盛り込みたいなと思ってまして。チャレンジ要素、あとだから皆さんの武器もちょっと気になるんですけど。そうですね、私が持ってるのはあの大筒と呼ばれるもので。おすごい。弾は有限ですか？弾は無限なんですが、はい、あのこういうちょっとあれですね、なんかうまいこと拠点を作って、はい、あの連射できるように維持しながら戦うみたいな武器になってます。なんかオーバーヒートみたいな感じがあるんですか、これ。ちょっとそうですね、あの連射していくとちょっとこの熱が溜まっていって、まあ、逆にこの熱をうまく利用して戦ったりもできるし、まあ、あまりにも熱暴走しすぎるとあの撃てなくなっちゃうみたいなところを気をつけながら戦う武器です。平田さんはまたあれですか、傘ですか？ちょっと今日早速なんですけど、はいはい、チャレンジ企画の連結からくりをちょっと松島さんに作っていただきたいなと。お願いします。やります。はい、じゃあですね、まず L1 ボタンを押していただいて、はい、でですね、うん、三角、はい、四角、三角、三角、四角、三角で、もう一回三角、四角、三角を。わぁ、はい、ワープできる。いや、これですね、あの雨ついトマトイと呼ばれる連結からくりでして、このゲートをくぐるとですね、バリアがつきます。わぁ、本当だ、すごい。でこのカラクリがあの獣の攻撃を一度だけ何でも受け流すことができるっていうものになります。受け流す、はい、いけちゃいますか。なんで今回ちょっと強い獣なんですけど、はい、あのこの連結カラクリ雨ついトマトイを使って、しかもこの連結カラクリ特徴としてはみんな使えるんですよ、このバリアが。そうですね、で3人使ったら壊れましたね、はい、そうですね、なのであの3人でこのバリアを張りながら戦っていきたいと、はい、もう一つちょっと連結カラクリ作りたいんですけど、はい、もう一つの方はあの力を合わせて作りたいなと。ほう、力を合わせて、はいはいはい、いいですよ。ちょっとあの枝川の方があの、はい、土台を作るんで、はい、そうですね、あのこのゲームですね、あの持っていけるそのベースのカラクリが4種類しかないんですね。私が出せるのこれ、はい、そうですね、その4種類だと作れないあのものを、もう私が持っていってるんで一緒に作りましょうというのが、はい、あのチャレンジ内容です。うわ、これ、はい、こういう感じで私がこう作っておいて、はい、この右上のところに、はい、あの三角で出せるものを、はい、そうですね、ちょっとポンと置いてほしいんですよ。もうちょい前です、もうちょい前です。あ、そうです。そうすると手はずが整うんです。わあ、なんですか？豪雷砲という。これはすごそう。なるほど、これを作りたいと、これやりたいと。はいはい、これをですね、はい、当てたいと。わかりました。はい、では早速ですが、はい、あのちょっとクエストに行きましょうかね。わかりました。はい、じゃあではこれからマルチプレイ始めていこうと思いますけれども、ご飯食べた方がいいですね、ご飯。はい、ご飯食べるのを忘れないようにしましょう。はい、どんなものがいいですか、今回は。
今回のクエストの対象が風の攻撃を使ってくるんで、はい、風耐性が強い。あ、これだ。あ、そうですね、それがいいと。いぶし塩飯、はい、うまそう。それ2つ食べてしまっていいと思います。はい、あと30分食べれるんで何食べてもいいので。回復強化。そうですね、これ結構強いです、ね、じゃあこれ食べましょう、はい、いいですね。これもう3人で行くっていうのがもうこの画面でテンション上がりますもんね。うわー、景色綺麗だな。うわー、ほわ、ちょっと私もそれしたい。ちょっと、おー、おーい、楽しい。それならどうだ。獣探し、お、見つかりましたね。上々だ。あ、ちょっと移動しましたけど、あっちがいましたね、はい、すいません。あっちが、あ、本当だ。いましたね、これですか、この彼を、この獣を倒す。はい、彼を倒しましょう。うわ、なんかすごいよ、天女みたいじゃないですか。確かに羽衣を着てますね。羽衣、あ、でもニャンニャンタイプで可愛いじゃないの。なんか狩猟開始。アラガネという獣で、その風と融合した獣になってます。はい、はい、作りました。あ、早い早い、ほら完璧。チャレンジ1個目もうクリア。チャレンジ達成でしょう。できる女。よしよしよし、さすが素晴らしい。本番に強い。いいよ。ちょっと私も行っていきましょうか。あれ欲しいな。バリ、おーとと座れる。これすごい吸いますね。そうそう、この荒金という獣がですね、はいはい、自分の得意な距離にプレイヤーを持ってこようとする獣ですね。あ、そうなんですね、はい、なので荒金が至近距離攻撃を仕掛けをするときは引き寄せて、はい、遠距離攻撃を打ってくるときは逆に引き離すっていうような行動をしています。これあれですもんね、なんか形がちょっと変わり刀みたいな感じでした。あ、そうですね、カラクリ島というカラクリ島ですよね、はい、カラクリ、なんかこのクニャーンってなるのはどうしたら。あ、ですね、はい、ゲージがマックスになった状態で、はあ、R2 と四角か三角を押すと刀の力を解放できるんで。なるほど、もう少しもうちょっと、はい、叩いてもらえると。わかりました。あ、いいよ、回避がいいよ。あ、おお、うまい。走りながらのこのスライディング超いいですね。これスライディング回避、ね、かっこいい。ゴーライフをチャレンジするタイミング、平田さん教えてください。おー、確かに。私が引き寄せる。私何でしたっけ、これ。ここやばい、そっちに、これ、そっち、そっちヘイトが。いや、これはいいですよ。これはもうカラクリあるあるってことで。あ、今度枝川さんにすごいヘイトが。ちょっと私が叩いてちょっとヘイト持ってきますね。獣は一番脅威に感じたプレイヤーにヘイトが向くようになってるんで、率先してダメージを取れば注意を向けることができます。枝川さんにはちょっと一時退却してもらい、ちょっと私がちょっかい出しておきます。 OKOK、 準備できました。今いいですよ。どこでしょう、どこでしょう、どこでしょう、ここです。あったあったあった、これの上に三角、上に三角です。はい、よいしょ、できた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 、で、あ、ちょ、あ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 、ちょうどあった、あ、すごい遠くに。これ私がタイミングを見た方が良かったですね。あ、泣いてる泣いてる。あ、ご移動ですか。はい、ご移動、このタイミングで、はい、あ、いましたね。いた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 。お、わざます。あ、えった、なんかちょっと暗くした。ちょ、やだよ、こちらに。おお、今食らってましたね、私もう。うわーい、あーすごい。いいですよ、いいですよ、今いける。よし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 。じゃあ私がタイミングを見計らって、そうですね、置けばいいんですね、このラインに。平さん、このライン、あ、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。これ今いいんじゃないですか。どう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 、もうちょい、もうちょい前、もうちょい前、もうちょい前来て、もうちょい前。来た。おお、おい、当たったんじゃないですか。当たりました、当たりました。やった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 、よかった。危ない。あ、怒るか、やばい。怒る、ちょっと怒らないよ。あらがね、怒るとですね、さっきまで巻き巻きだったツインテールの、はい、本当だ、がほどかれて、さらにちょっとまがまがしくなりました。本数増えましたね、はい、かわいい。で、すごい強い攻撃してくるんで、はい、気をつけてください。なんかすごいすごいすごい、飛んでる飛んでる。いや、これ倒すそうな気がしますね。本当ですか。やっぱ当たりましたからね、あれが一回。そうですね、結構効いてますね。死にました。おっと、お待ちください。いや、ほい、ちょっと私も行きました。ちょっと待ってくださいね。これでね、時間がね、短くなっちゃうんですよね。そうですね、ちょっとずつ救援の時間は短くなっていくんで。
あ、逃げました、ね、あ、よかった。いやこの間にちょっと一回ちょっと整えましょう、はい、整えましょう。すぐでいいの。あ、寺川さんがいいものを作っておりました。わ、何ですかこれ。これちょっと持ってみてください。うわーうわー見て見て空からの図です。こういう時はですね、バツボタンを押すか、四角とかを押すとその攻撃がそのまま打てます。あ、なるほど。はい、作りましょう。どうぞ。お、お、ありがとうございます。あ、やばい、やばい。よし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 、いいですよ。よいしょ、危ない。おーい、そうですね。お、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 今はチャンス、今はチャンス。これ箱とか、これだ、これだ、なんか出た出た出た、はい、私はなんかこのミョイーンみたいな。 あ、これ攻撃が危ない、危ないで逃げましょう。絶対逃げましょう。これ当たると死にます。いいですよ、これあと3分あと3分いや、いけるんじゃないですか。いけるいける、酔ってる酔ってる。あ、ちょっと逃げ切られそうですね、これ。あ、いけそうじゃないですか、これ。めっちゃいい技出してます、私なんか知んないけど。いけいけ、ああ間に合わなかった。惜しい。もうちょいでしたね。もうちょっとでしたね。さあ皆さんが気になるワイルドハーツですが、2023年2月17日発売予定です。プレオーダーの限定アイテムもありますので、ぜひぜひチェックしてみてください。プレイプレイプレイアンケートキャンペーンのお知らせです。アンケートにご回答いただいた方に素敵なプレゼントをご用意しています。詳しくは概要欄をご覧ください。それでは最後にお二人から一言ずついただきたいと思います。ではまずは平田さんからお願いします。いよいよ、この日が近づいてまいりました。皆さんに、このゲームをお届けする日をずっと待ちわびておりました。で、そうですね、世界中のゲーマーに夢中になってもらうハンティングアクションゲームを作ろうという思いでワイルドハーツは生まれました。プレイヤーのひらめきが、獣を打ち倒す鍵になるワイルドハーツならではの興奮、面白さをぜひ体験していただきたいと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは枝川さんからもお願いします。いよいよ2月17日発売ということで、本当皆さんのプレイが見れるのをすごい楽しみにしてます。で、まあ、見ていただいた通りマルチプレイすごい楽しいゲームなんで、ぜひお友達と誘って一緒に楽しんでもらえたらなと思います。ありがとうございました。お知らせです。ユニクロ UT のプレイステーションコレクションです。私のお気に入りは白です。かわいいですよ。どうですか。さあということでお届けしてまいりましたワイルドハーツ、いかがでしたでしょうか。これからも視聴者の皆さんが思わずプレイしてみたくなる素敵なゲームをご紹介していきます。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。プレイステーション。